の時に飛び出して逮捕された亡命チベット人2世のタスイ・ツィリンさんが実は長野で拘束され続けていまして、ずっと勾留されていたんですね。先週の金曜日、20日ぶりに釈放されたんです。でタスイさんなんですが、亡命チベット人の両親から生まれて、これまでチベットの自由のために人生をかけて戦ってきた方なんですが、抗議行動に至った思いを語ってくれたわけなんですね。そうですね、最初は台湾人の暴漢という書き方されました、ほとんどのマスコミで。で、たまたま産経新聞が、ちゃんと彼の身元があって、こういう運動してる人だと、彼には一辺のそのあれを示す、いわば権利があるし、主張があるんだということを初めて書いて、それがつながって、今回インタビューまで、なったんですけれどもね。これまでをちょっと振り返ります、上田さんです。はい、タシーさんが生まれる前、1959年です。亡命人、チベット人2世、台湾籍ですが、タシー・ツーリさん42歳は、59年にチベット独立運動をする父親が、中国公安当局に政治犯として逮捕され、死刑判決を受けるんです。ところがこの死刑執行の前の日に父親は刑務所の窓から飛び降りて脱走します。母と当時7歳だった兄と共にヒマラヤ山脈を越えて命がけでインドに逃れました。そのインドで1966年に生まれたのがタシーさんです。その時の一家の生活は何もない中でホームレスのような生活だったと語っています。タシーさんは父親の話やから聞かされた話やダライラマの言葉を知り、暴力を使わずに平和的にチベットの自由を取り戻すんだとして、チベット独立運動に25年近く身を投じてきました。タシーさんは20日間勾留されまして、先週の金曜日に釈放されました。 MM の取材に抗議行動に至った思い、そしてチベットに対する思いを語ってくれています。タシーさんが抗議行動した長野聖火リレー、そのスタート地点に勾留を決めた長野の検察があります。この日釈放した支援者が政治的な問題が強く絡んできているのかなと思いますけどね。胡錦涛さんが、ね、先週までいらっしゃって、タシーさんの逮捕から11日後、中国の胡錦涛国家主席が来日しました。そのため日本政府が中国政府に配慮してタシーさんを釈放しなかったのではとも言われていました。釋放タシー！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 台湾ではタシーさんの釈放を求める抗議デモが行われ、日本でも釈放の嘆願書を集める動きが広がりました。釈放にあたり長野の簡易裁判所が下した命令は罰金50万円、これは威力業務妨害で最も重い罰金刑でした。釈放後、支援者の待つ東京に姿を見せたタシーさん、ごく一部のマスコミだけが出席して会見が開かれました。タシーさんはまず謝罪の言葉を述べた後、抗議行動はやむにやまれぬ理由があったと語りました。タシーさんはあの日聖火リレーの列に飛び出すつもりはなかったといいます。しかしそれを変えたのは長野に集まった中国人たちの心ない言葉でした。タシーさんは威力業務妨害で逮捕され20日間も拘留されました。その間、日本や海外から届いた100通以上の激励の手紙を読んで過ごしたそうです。会見では拘留中に中国で起きた四川大地震について触れ、何よりも救助を優先すべきだと訴えました。
给他拍个地了，六块钱的，拍个人家母亲，没蹲他撇土，没扯的土，连土也得捡起来捅。最後に中国政府に対する思いを聞かれたタッシーさん、チベット仏教の教えを引用してこう語りました。上杉さん、非常に理路整然と話してらっしゃいますね。そうですね、やはりもともとその中国がチベットを、まあ、占領したという形になってるんですけど、はい、実際ですね、やはりその占領された後もダライラマに至ってはですね、一貫して高度な自治を求めて独立を求めてないんですね。そういうふうに平和に解決をしようとしているのを、これを妨害しているのは中国側というのはもう明らかなんですが、ただ日本のこの対応というのは今の映像を見ても分かる通り、どうもちょっと中国側に寄りすぎてんじゃないかと。例えば中国の国旗を持って、留学生が集まるんですけど、なぜ中国の国旗が良くてチベットの国旗はいけないのかと、そういう素朴な疑問もありますし、まあそういう意味では、あと逆にですね、中国の留学生も日本で聖火リレーをやるんだったら、中国の旗じゃなくて日本の旗も一緒に持つとか、そういうような形で、オリンピックは誰のものかという形で少し考え直した方が、これは中国政府のためにもなるんじゃないかなというような印象を改めて受けましたね。この会見の後なんですが、勝谷さんが駆けつけました。でタッシーさんにインタビューをしています。タッシーさん、どう